中年オタッキーです。今日はね、広島県の廿日市から撮影しています。まあ、とある物流倉庫の駐車場なんですけども、荷物を積む、町が発生しているんでね、この時間に撮影しようかなと。結構疲労困憊なんですけども頑張っていこうと思います。今日はね、このカメラで撮影してきました。はい、これね、よく最近登場しているニコン F ですね。ニコン F に、ニッコール H オート 50mmF2 を付けた状態になります。まあ、なぜこのカメラで撮影したかというと、ちょっと前の動画でこれ出てきましたよね。はい、こちらキャノン T90 ですね。付いてるレンズはニュー FD3570。F3.5 から 4.5 という、マキエレンズ。まあ、こっちもマキエレンズはマキエレンズなんですけど、で、このね、50mmF2、非常に評判のいいね、単焦点レンズ。安いレンズなんですけどもね。安いレンズなんですけど、めちゃくちゃ映りがいいという、単焦点で映りがいいというレンズなんですけども、この3570をね、前回、使った動画、50mm で固定して撮って、単焦点と比較したらどうなるかな。まあ、よくね、みんなが言っている、単焦点レンズの方が圧倒的に映りがいいので、単焦点がいいと。まあ、この論争にね、終止符を打たせてやろうじゃないのという企画になっております。それでは動画スタートしてまいります。はい、まずはね、このニコン F に、ニッコール H オート 50mmF2、非常にね、映りのいいレンズです。カラーのね、対応しているコーティングではないので、カラーのね、色の伸びはね、もう一つなのかもしれませんが、今回もモノクロで撮っておりますので影響は出ておりません。まあ、モノクロのニコンとね、言われた時代のレンズであります。このね、あとニッコール HC オート 50mmF2 っていうレンズも登場します。カラーでね、頻繁に撮りたい人はそちらのレンズを選んだらいいのかなとは思いますが、これは、どちらかというとモノクロ向きのモノコートレンズになりますね。で、ニコン F で撮ったのは、これ高川様からね、提供いただいたカメラになりますけども、高川様の手でね、フルオーバーホールされているので精度が出ているということで、試写に使いやすいということでこのカメラを選択しました。今回ちょっとトラブルが出ましたが、ちょっと理由はわかんないんですけどね。で、ここからはね、ニコン F2 ニッコール H オート 50mmF2 で撮った作例を紹介していきます。今回もね、使用したフィルムはマリックス400。まあ、中身は本は400になりますね。なんですけども、マリックス400は比較的、ハイコントラストに出すぎると。使いにくいフィルムということなんですけどもね、マリックスさんから販売している MX23 という現像液を使用しまして、これを比較的いいような感じに持っていってます。柔らかい調子に出る現像液ということで、これ普通に使える感じになっているんですね。でね、現像時間の方なんですけども、ちょっと前の動画でね、20度14分なんですが、現像時間20度14分なんですが、1分縮むごとに1度っていう風に仮説を立てていたんですけども、どうやらそれじゃ縮めすぎっぽいです。なので、1分あたり40秒縮めるという感じで現像しております。現像時間、26度でね、現像時間10分で現像しております。で、現像液もだいぶ劣化してきているので、多分8回目になるんですね。500cc で4回目ということで、1リッターで8回目になりますので、11分、1分伸ばして現像しております。まあ、そんな感じでね、これ作例を見て、ここからはね、作例になってまいりますが、まあ、解像感、主に解像感ですね、を見ていただければと思います。50mm 単焦点の解像感、どんな感じか、ここからは作例です。はい、まずはニコン F の作例ですが、これ光漏れてるんですよね。ニコン F で光が漏れるということはあるんだろうかと思いました。原因がわかる方はぜひコメントいただければと思います。で、全体的に解像感を見ていただいていますがね、現像液が結構劣化してきたこともありまして、流暢感は出てしまってますが、まあ、しっかり改造しているのがわかると思います。まあ、さすがのね、ニッコール 50mmF2 なんですけども、光がね、レンズに多少入っても崩れないですね。で、こちらは開放になります。開放、屋内の写真全部開放になりますが、開放でもね、しっかりと描写できているのがわかると思います。まあ、さすが評判の良い標準レンズになりますね。こちらもね、まあ、あの被写界深度かなり薄くなっておりますが、しっかり改造しております。再び屋外の写真に戻りますがね、現像時間ね、これで合ってるなーっていうのがわかりますね、この写真でね。
で、ここからもね、まあ、改造感。ひたすら改造感を見ていただいておりますが、やっぱね、さすがの 50mmF にパキパキに改造しております。これはボケ感ですけどね、このレンズはニッコールのレンズとしてはボケはかなり優秀な方だと思います。綺麗にボケておりますね。こちらもね、アスファルトの、粒々がしっかり改造しているのがわかると思いますね。こちらはちょっとだけ2000ボケした感じもありますが、まあ、ほぼ良好という感じになります。で、ここからはね、この T90 につけた、ニュー FD3570F3.5 から4.5 こちらを 50mm 縛りで撮った、写真と、はい、このね、ニッコール HO と 50mmF に、この作例を紹介していくんですね。まあ、普通に考えてズームレンズがもうボロボロだろうと。いう感じになるんですけどもね。この3570ね、キャノンの3570。まあ、他のメーカーの3570もそうなんですけど、3570の写りは非常にいいものが多いです。まあ、以前からも紹介しております。特にね、ミノルタのね、AF 時代の、3570もすごく良かったりするんですけど、あれは F4 当時になりますけど、非常に写りがいいと。で、この写りだったら対抗できるんじゃないかなということで、ね、ここからはね、比較の作例を紹介していきます。1枚目がニューFD3570 F3.5 から4.5 を 50mm 縛りで撮ったもの。で、2枚目が、ニコール HO と 50mmF2 を、で撮った、作例になります。どんどんね切り替わっていきますのでね、これもやはりね、改造感、およびボケ感もね、見ていただければと思います。でニッコールの方がね若干現像液が古くて、画像が粒子がねちょっと乱れる荒れる、写真が多くなっておりますが、そこはちょっとね差し引いてご視聴いただければと思います。それではね比較の作例になってまいります。はい、比較の作例ですけどね、まあ見ていただければわかりますが、改造感にほぼ差はないんですね。まあ、このアルファロメオのね、文字のね、改造感ほとんど変わらない。若干ニッコールの方が上か。でこちらはねゴーストがね、まあ、どちらも出てることは出てるんですけどもね、やや、ニュー FD の方が大げさに出ている感じがします。こっちの方が好きっていう人もいるかもしれませんけどね。こちらの写真もね改造感差は出てないと思うんですよね。でこちらは開放です。開放でズームレンズ 3.5 でちょっと頑張って撮りましたがこの開放もねほとんど差が出てないんですよね。このニュー FD3570 ボケも比較的自然ですが、やっぱ 3.5 ということでね、被写界深度は若干 F2 の方が薄くなっておって、ボケはね作りやすいかもしれませんね。かなり近接で撮っておりますが、解像感にあまり差は出てない感じですね。こちら斜めから光が入っている写真ですが、まあニッコールの方が若干ほんのり解像感が上か。でこれねもろに太陽をレンズに、ね、太陽を入れた写真になりますが、これは大きく差が出ましたね。さすが単焦点の方が逆光耐性は上か。でこちらもねパキパキに改造しておるのがわかりますよね。差が感じられないと思います。でこちらボケを中心に見ていただければ、いいと思います。これ F8 まで絞っておりますが、ボケ大差ないと思いますね。悪くない3570で、こちらの改造感もね3570非常にパキパキに改造しておりまして、ニッコール 50mmF2 と大差ないというのがわかると思います。このアスファルトの粒々感もそうですね、ほとんど差が見られません。もちろんね、F3.5 ということで使い勝手は若干落ちるんですが、まあ高感度フィルム400ぐらいの高感度フィルムを入れたり、そもそも明るいところでしか撮らないとか、そういう方法で撮影すると、まああんま差がないんだなということが分かりました。で、ズームレンズとしてはこのレンズね、比較的逆光に強いレンズなんですけども、やっぱり逆光は単焦点にはかなわないかなという。まあ単焦点レンズもいろいろありますんで、一概には言えないんですけど、このレンズね、ニコール HCO と 50mmF2 は古いレンズにしては非常に逆光に強いんですよね。それに比べるとやっぱちょっと劣るかなという感じがします。
まあそんなわけでね、今回まあちょっと前のね、動画でも説明しましたけど、ボディが手に入ったと。ジャンクカメラもらったとか、ジャンクカメラ手に入った。ボディが入った。でもレンズがない。レンズはないけどね、単焦点がいいって言うけど高いしなっていう人に、1本500円とか1000円でジャンク箱にゴロゴロ転がってるこの NewFD50mmF3.5から4.5。まあニッコールでもね、ミノルタでもね、ペンタックスでもそうですけど、ペンタックスは3570ちょっと少なめですが、オリンパスでもそうですね。オリンパスの3570結構ジャンクに入ってますけど、このジャンクに入ってるのはクソ安いレンズでね、こんだけ撮れたらいいんじゃねって話なんですよね。ちなみにね、ズームレンズでよくあるんですけど、ワイド端から真ん中ぐらいまでは描写がいいけど、テレ端に行くに従ってだんだん甘くなっていくっていうレンズが結構多いです。そんなわけで今回はテレ端では撮ってませんが、そのうちテレ端でも紹介したいんですけど、70mm のレンズをさっき単焦点で持ってないんだよな。誰か 70mm ください。70mm 高いですよね。70mm、80mm、90mm、100mm。この辺はね、ポートレートで使えるので、明るいレンズって結構ね、単焦点レンズ高いんですよね。35135とかだったら 135mm と比較してもいいんですけど、まあ、35135も1本しか持ってませんし、135mm あんま人気がないので、動画にしてもって感じなんで、まあ今回はね、というわけで 50mm で比較していきました。そのうちね、35mm でもやろうと思ってますし、違うメーカーのレンズでもやりたいなと。例えばニコンのね、AF ニッコールの3570非常にいいレンズですんで、ニコン同士で 35mm 対決するとかね、そういう企画をちょっと考えてます。安く、できるだけ安くジャンクカメラを楽しみたい。まあ、フィルムが高いですからね、フィルムがすごく高いので、せめて機材は安くという感じの、作り方で動画を作っていっております。まあ、あえてね、フィルムでなんでフィルムで撮るのっていう話になってくるんですよね。コストがかかるのでフィルムで撮らずにデジタルで撮りゃいいじゃんって思ってる人はたくさんいると思いますが、やってみりゃわかるけど、フィルムの方が断然楽しいんで、どうしてもフィルムで撮ってしまう。そんなわけでね、今日の動画は、こんな感じです。50mm ね。単焦点を無理して買わなくても3570で、まあ、まあいいんじゃないのっていうね、感じの動画でした。ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーですがね、感覚、動画の感覚が空いたのもありますが、かなり投稿が溜まってしまいました。前回の動画でも投稿尽きておりますということだったんですけど、たくさんの投稿ありがとうございます。とりあえず5名ずつね、あまり長くなるといけないので5名ずつの紹介になります。すいません。トップバッターはね、ちょっとアトピンさんになります。おたけさん、お疲れ様です。写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは第4種踏切です。カメラは OM1、 レンズは G 随行オート W、 35mmF2.8、 フィルムはハーマンフェニックスです。絞り 5.6 バルブ20秒ロコです。2枚目のタイトルは銃口です。カメラは OM2N、 レンズは随行オート W 24mmF2、 フィルムはマリックス200です。シルバーソルト1プラス20希釈、20度10分で現像しています。2枚とも、キャノスキャン 8800F1600DPI でデータ化しましたということですね。で、作品なんですけど、1枚目から、第4種踏切ということで遮断機がないということなんですけど、これね、20秒間録音して電車が通過する、ところをね、長時間録音したということなんでしょうね。結構短い電車じゃないとこの絵にならないと思うので、うまいことやりましたね。で、2枚目なんです。重工ということなんです。これね、港とかによくあるクレーンかなと思います。が、構図といいね、角度といい、素晴らしい写りになっていると思います。慣れを感じますね。ちょっとアドミンさん投稿ありがとうございます。次はね、ユミのガンダムチャンネルさんの投稿です。作品タイトル、ニューガンダムは伊達じゃない。ジオラマ完成したので投稿いたします。機材、iPhone 14 Pro、チェーンのサイコフレームの共振した場面を再現してみました。わはは、何を笑ってるんだ。今計算してみたが、この軌道だとアクシズの破片は地球に落ちる。貴様らの頑張りすぎだみたいな感じで作品なんですけどね。これすごくないですか。これはすごい。すごいけどね、サイコフレームがね、後から加工した T なんですよね。ちょっとね、笑いも変わります。これね、
ジオラマでここまでやるのはすごいですよね。で、ちょっとエモい感じになってるのは加工してるのかなって感じですけど、まあ iPhone も使いようって感じなんですけどもね。まあこういう写真はね、iPhone でもいいと思いますし、実は iPhone の方が実際はね、使い勝手がいいと思いますね。コンパクトなんでね。見事だと思います。ユミのガンダムチャンネルさん、投稿ありがとうございます。次は布袋さんの投稿ですね。今回からも神焼からのスキャンでお願いします。タイトル、激戦の後。大相撲の大阪場所の練習風景を撮りに行った時のものです。室内でスピードが速くて良いのは撮れませんでした。その中の一コマです。キャノン EOS 1 NRS、EF100-400F4.5 から 5.6 LIS、ネオパンプレスト400、自家調合2億現像、ラッキー69、ローデンストック、アポロダゴン、50mmF2.8、イルフォードマルチグレードフィルター使用、インガシに、インガシ現像、ゲッコール、イルフォードマルチグレードペーパー四つ切り、スキャン時に上下少しトリミングされてますということですね。で、作品なんですけどもね、もうこういう写真好きですね。足にね、テーピングをたくさん巻いている力士の足なんですけどもね、この大胆な構図が素晴らしいと思います。タイトルもいいですね。激戦の後ということで、他にもね、いろんなタイトルは考えられますが、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。タイトルで写真変わってしまいますんでね、まあ、素晴らしい作品だと思います。布袋さん投稿ありがとうございます。次は侍ジャパンさんの投稿ですね。お疲れ様です。作品投稿になります。1枚目タイトルは囲い。オリンパスペイン EES2 でホマパン100で撮影。2枚目タイトルは日没前の透明感。カメラはコニシロクパール3でフィルムは富士ベルビア100です。相も変わらずゆっくり撮る時間がないので近場で同じようなものばかり撮ってしまう日々です。オタキも同じです。法改正で労働環境改悪のところどころの騒ぎでないくらいの日々ですが、体は一つ大事にしたいものです。似た環境ですね。ではということなんですけどね、作品なんですけど囲いということなんですけどね、囲いがかっこいいじゃないんですが、素晴らしいと思いますね。これよく着眼しましたね。線路の横にある電信柱に囲いがしてあるということ。これ何のための囲いなんかわかんないんですけど、2枚目は相変わらずのね、イカ釣り漁船のね、明かりなんですけど、これも美しいですね。この透明感、逆光で撮ったというところでね、光の加減も素晴らしくなっております。水面の映りもいい感じですね。これ、コニシロクパール3でここまでの、逆光、新逆光、こう撮るのは結構勇気がいりますが、ちゃんと映ってますね。すごいと思います。サムライジャパンさん投稿ありがとうございます。次はね、のりかずさんの投稿ですね。お疲れ様です。2ヶ月ほど前ですが、いつものように近所を散歩しながら撮影を楽しんでいたところ、私の師匠、2年前に他界されている、師匠の奥さんが、ビッカリコニカ、私でメンテして進展した個体ですを片手にお散歩されていました。久しぶりにお会いしたのでお邪魔させていただき、師匠の生前の話をしながらお茶をいただきました。そこで思い出したのがよく聞かされたお言葉でした。同じ被写体を撮り続けなさい。飽きても続けること。うんざりするぐらい撮ったら初めてそこがスタートだよ。50年くらいやったら誰でもうんざりするから。それに綺麗で上手い写真より地元人しか撮れない写真を撮りなさい。何十年かしたら必ず価値が出てくるから。パンフレットの写真はプロに任せておけばよい。ってことで、この2ヶ月間は何百何千回も撮った風景をもう一度撮ってみよう、泥臭い地元撮りをしてみようとやってはみたんですが、これがなかなか難しくて投稿できる写真が撮れていませんでしたので、久しぶりの投稿になります。長々となりましたが、よろしくお願いします。1枚目は竹林再び、2枚目は壁ということですね。カメラミノルタ α303 SI スーパー、レンズ AF ズーム35105 F3.5 から 4.5、 フィルムマリックス200、現像データ ISO100 限感、 SPD50%、 20度5分ということですね。で、作品なんですけどもね、竹林素晴らしい写りだと思いますね。これ限感も効いているのか、結構柔らかくなっておりますね。竹林をね、抜ける観光客の方がたくさん映っておりますが、うまいこと構造を整えてあると思います。で、2枚目は壁ということなんですけど、こちらはちょっとピンが来てなかったかなという感じ。アウトフォーカスっぽくなってますね。これ後ろピン、後ピンかな。ちょっと壁の方が解像感高いので、アトピンになっているとは思いますね。同じものを撮り続けるっていうね、話ありましたからね。これは本当に正解だと思います。特にね、地元写真っていうのはね、今撮ってもね、価値わかんないと思います。
で、15年、20年経ったら価値が出てくるんですよね。ああ、これ、まだあれができてない前、できる前だとか、壊される前だとかね、そういうのがね、懐かしいなっていうね、写真に、価値が出てくると。まあ、写真はね、どんどん残していくもの。デジタル写真はね、残らないことが多いので、フィルムで残して、10年、15年、20年経った時に見てね、あ、こんな時があったんだっていうね、価値が出てくる。まあ、写真の奥深さというところですかね。のりかさん投稿ありがとうございます。今日はね、ここまでになりますが、タイトル画面結構迷っております。サムライジャパンさんの2枚目。布袋さんの作品。チムニーさんの1枚目もいいですね。ものすごく悩んでます。実はね、ユミのガンダムチャンネルさんのね、ジオラマの写真もね、好きなんですけど、この、最高フレームがもうちょっと頑張ってたらなと思いましたけどね。で、今回はね、布袋さんの作品行きましょうか。これね、まあ、写りも素晴らしい、仕上がりも素晴らしいんですけど、何よりこういう写真好きなんですね。ただ足の写真なんですけどもね、この足がね、言葉を出しているように見えます。辛いぞとか苦しいぞとか頑張ったぞとか、まあ、捉え方は人それぞれなんでしょうけど、そういう写真に仕上がっていると思いました。見事です。布袋さん、タイトル画面ゲットおめでとうございます。そんなわけでね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今回の俺のカメラ、作品投稿もさせていた、された、サムライジャパンさんの俺のカメラですね。お疲れ様です。俺のカメラに2枚投稿します。2枚とも iPhone SE 第2世代で、撮影していますということですね。1枚目は、冬に買ったペン ES2 久しぶりのお気に入りカフェの窓辺で。2枚目は見ての通りペンタックス SP よく行くダムの上でということですね。で、作品なんですけど、1枚目これはうまい。窓が雨で濡れていると。で、置物も非常にいいですね。ビューキューブって書いてあるんですけどね、これね。お気に入りのカフェで撮影ということなんですけど、季節柄もあって、これ素晴らしい作品になってます。2枚目はね、ペンタックス SP を、ちょっと逆光目。かなり、逆光目で撮られておりますがね、後ろの景色もね、相まって非常に美しい作品になっております。カメラの状態も非常にいいと思いますね。で、季節柄なんですけどね、この、1枚目の作品をね、タイトル画面にさせていただこうと思います。もうバッチリですよね。最近ちょっと俺のカメラのコーナーね、毎回毎回タイトル画面変わっておりますが、これはもう変えざるを得ないだろうと、いう感じでオリンパスペンのこの画像、タイトル画面にさせていただこうと思います。今日の動画はここまでになります。その他のコーナーはね、投稿が来てないのでお休みになっております。俺のカメラのコーナーもちょっとね、2人ほどね、待機ができております。ありがとうございます。作品投稿のコーナー、俺のカメラのコーナー、やったらやっちまったコーナー、その他のコーナーね、随時募集しておりますので、投稿のやり方は、このチャンネルの、おたきのプロフィールのところをタップしていただくとね、概要欄のプロフィールのところをタップしていただくと、投稿の方法が出てきますので、そちらを参考に投稿していただければと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。いつも申し上げておりますが、チャンネル登録高評価もドドーンということで、今テロップ出ておりますが、よろしくお願いします。チャンネル登録ね、順調に増え続けておりまして、8000名を目指して現在頑張っておりますので、応援よろしくお願いします。また頻繁にね、楽しいライブも行っておりますので、通知をオンにしていただければと思います。ライブは1週間にだいたい1回やっております。コメントをね、全部読み上げる根性でやっておりますので、どんどんコメント、参加してね、コメントいただければと思います。高評価、動画の高評価はね、今すぐポチッとお願いします。もうポチッと押すだけなんでね、気軽にポチッと押していただければと思います。まあ、コメント返信なんですけども、全然コメント返せてないんですね。現状ね、本当に時間が足んなくて、来年の7月が待ち遠しいと、まあ鬼も笑うって感じなんですけど、来年の7月ちょっと仕事がね、大きく変わって時間に余裕ができるというのを思っております。のでまあ、あと嫁の回復をね、一日先週の思いで待っておるんですが、非常に負担が重いおたきになっておりますが、そのうち改善していくと思いますので、何か感じたこととかありましたら、ぜひぜひコメントをよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。